はい、ゆうすけです。今回はドラゴンボールヒーローズの関連グッズを2つ買ってきました。まずはこれですね。ドラゴンボールヒーローズの、オフィシャル4ポケットバインダースーパーゴッドバトル編ですね。はい、とバインダーと4ポケットリフィル10枚とヒーローライセンス&ヒーローアバターカードです。これですね。はい、でこれは2015年の7月25日発売で1300円プラス税ですね。ちょっと遅れて買いに行ったんですけど、1個目が売り切れでしたね。1店舗目がで、お店移動してやっと買いました。はい、開けるとこんな感じで、まだくっついてないですね。これいいですよね。ヒーローライセンスのセーブ回数400回のやつがついてくるのと、はい、ヒーローアバターカード、海洋新アバターの新しいデザインですね。これも結構楽しみですよね。毎回違うんで、イラストが。はい、ハクとデザインがかっこいいですね。スーパーサイヤ人とヒーローアバターのやつとウイスとビルス。ハクとイラストがかっこいいですね。で、裏も。あ、ミラいるじゃん。ヒーローアバターとミラと、あ、誰だっけこれ、時の海王神かと、トランクスゼノ。あ、ミラかっこいいな。はい、でリフィルつけるとこんな感じで、はい、で4ポケットバインダーはちっちゃいんで持ち運びに便利ですね。で、僕はあのコモンとかレアを入れてますね、4ポケットバインダーに。で、9ポケットバインダーにあのスーパーレア以上を入れてるって感じですね。はい、で結構10枚入ってるんですけど、リフィルが結構空きがあるんで、はい、これ別売りのリフィルだけ売ってるのも買うのをおすすめしますね。リフィルの値段はこの10枚入りで320円とかでしたね。はい、はい、でもう一個買ってきたのが、ドラゴンボールスーパーフィッシュソーセージです。これは2015年の7月下旬以降順次発売っていう情報で、もう売ってたんで買ってきました。フィッシュソーセージが一つ、フィッシュソーセージが4本入りで、ドラゴンボールヒーローズのカードが1枚入ってます。ちょっと値段は忘れました。レシートなくしました。はい、で、ドラゴンボールヒーローズのカードは全6種類で、これ再録ですね。大会のプロモが入ってるんで、これは嬉しいです。はい、というわけで開けてみます。プロモなんで多分全部持ってないと思うんですよね。なんでとりあえず2個が開けて被らないように出てくれれば嬉しい。はい、じゃあ開けます。とりあえずドラゴンボールスーパーは全然見てないですね。わ、懐かしいな。これ小さい頃食べましたね、こういうの。はい、1枚目はお、ビルスでした。懐かしいね、これ。なんかこの辺かじってぐりぐり回して食べてましたね。開けて、3ラウンド目でガードプラス1000、2ラウンド目以降アタッカーにするとチーム攻撃時にパートナーと一緒にダブルアタック、スーパーダブル効果で自分とパートナーの記録を回復する1回限り。ビルス。
はい、2個目開けます。ヒーローズの公式ホームページ見ると孫悟空の白押しがあるんで、スーパーサイジン3のそれが欲しいですね。お、ピッコロでした。かっこいいな。サポーターにすると自分チームの HP を500回復する、毎回。ああ、よくあるやつですね。はい。で、他あと4種類は、今回ピッコロとビルス出たんですけど、他には、スーパーサイジン3の孫悟空と孫悟飯青年期とベジータとベジットがありますね。はい。というわけで終わりです。今回はドラゴンボールスーパービッシュソーセージと A4 ポケットバインダーの開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。